すごい簡単で、エクリプスが入ってれば動かすことができます。あなたの運勢は中吉ですと結果が出てきています。もう一度実行してみると小吉と結果が変わるわけですね。はい、こんにちは。今回のテーマはスプリングブートでウェブアプリを作ってみようです。今回の動画はこちらのリリさんやニャトロさんからのリクエスト動画ですね。2人ともコメントありがとうございました。まずスプリングブートっていうのはこのようにまさに今 Java の開発現場でとってもよく使われているフレームワークです。そこで今回はこのスプリングブートを使って占いのウェブアプリを作っていきたいんですが、このスプリングブート初めて聞いたという人も安心してください。今回はスプリングブートを使うのが初めてという人に向けて、スプリングブートとは何かやスプリングブートを使うメリットから解説をします。そして後半はパソコンの画面を見ながら実際の開発の流れを見ていきますね。さっきのニャトラさんのコメントにもあったように、実際の開発の様子を知れると勉強へのモチベーションにもつながると思うので、 Java を勉強し始めたという人もぜひこの動画見てほしいと思います。それでは解説に入りましょう。スプリングブートとは何かから説明していきますね。一言で言っちゃうと、さっき見てもらったように Java 開発で人気のフレームワークの一つです。じゃあフレームワークって何かっていうと、そのまま日本語に訳すと枠組みという意味ですね。ここにあるようにシステム開発の枠組みのことをフレームワークというふうに言います。もう少し具体的に言うと、システムを開発するときによく使われる設計パターンや土台となっている機能、これがもともと提供されていて、それを利用することができるんですね。なのでシステムを開発するときの効率が上がったり、開発した後の保守、メンテナンスの効率も上がります。じゃあどんな設計パターンや土台機能を使うことができるのかということですが、実際にウェブアプリを作るときによく使われる設計パターンとして MVC モデルというものがあります。これはスプリングブートでも使われる設計パターンですね。どういうモデルかということを簡単にお話ししておくと、まず MVC というのはモデルの M とビューの V、 それからコントローラーの C から来ています。まずモデルというのはそのアプリケーションで行わせたい処理のまとまりを記述するクラスです。これは Java のプログラムで実装するんですが、例えばデータベースにアクセスするためのメソッドなんかを書いたりします。そのウェブアプリで利用するユーザーの情報とか、インターネットショッピングなら商品の情報なんかをデータベースから取ってくるわけですね。そしてビューというのはこの言葉の通り見た目の部分、ブラウザに表示する画面を作るところです。これは HTML ファイルなんかで実装することができます。そしてこのモデルとビューをコントロールする Java のプログラムがコントローラーですね。この3つを組み合わせて1つのアプリケーションを作ろうという設計パターンがこの MVC モデルです。じゃあこうやって作ったウェブアプリケーションはどうやって動くかというと、まずブラウザからリクエストがあった時にそのアプリケーションは処理をスタートします。このリクエストっていうのはブラウザのアドレスバーにアドレスを打ち込んでエンターキーを押すようなイメージですね。例えばアドレスバーにこのような文字列を打ち込んで実行すると、このアドレスにあるウェブサーバーが呼び出されて、このフォーチューンに紐づいたプログラムが動き始めるわけですね。まずコントローラーでこのリクエストを受け付けます。そしたらこのプログラムの中で必要に応じてモデルの処理を呼び出したりとか独自の処理なんかを書くことができます。ここで処理した結果によって適したビューのファイルを呼び出します。そうすると下のビューに移って画面ができるわけなんですが、その中でもし必要であればモデルの情報を持ってきてユーザーの名前を表示したりとか商品情報を表示したりすることができるというわけですね。そしてその結果完成した HTML の文字列情報をレスポンスとしてブラウザに返すという動きになります。そうするとこの HTML の文字列がこのフォーチュンの実行結果としてブラウザに表示されるわけですね。本来はこのコントローラーやビューやモデル、この全ての記述を開発者は打ち込んで作っていく必要があったんですが、このリクエスト受付とかビュー呼び出しとかどのウェブアプリケーションにも共通している部分、これを土台機能として提供してくれるのがフレームワークというものです。開発者が作らなきゃいけないのはそれぞれのアプリケーションで異なるこの青文字の部分ですね。ここだけをコーディングすればいいということになります。しかもフレームワークによってはかなり簡略化したコードでこの辺りを記述することができるようになっています。フレームワークを使うと開発やメンテナンスの効率がぐんと上がるわけですね。そしてここからはたくさんあるフレームワークの中でも特にスプリングブートを使うことのメリットを紹介します。まずこのスプリングブート何より使いやすいかというと、スプリングフレームワークというものです。
このスプリングフレームワーク、ただ単にスプリングと呼ばれることもありますが、これは2004年にできたフレームワークで、すごい多機能なフレームワークです。多機能なので便利ではあるんですが、その代わり環境構築が面倒だったり、設定ファイルを作るのが大変だったりしたんですね。なのでちょっと使いづらい部分があるということで、10年後の2014年、このスプリングフレームワークを元に生まれたのが、今回のスプリングブートというフレームワークです。もともとあったスプリングフレームワークよりもどういう点で使いやすくなったかということで3つここに紹介しています。まず1つ目が XML ファイルの設定がとても簡略化されたということですね。これ後で実際に見てもらいますが、スプリングブートでは pom.xml ファイル、プロジェクト、オブジェクト、モデルという XML ファイルが自動的に生成されて必要な設定を勝手にしてくれます。そして2つ目のメリットは、アノテーションというものを使ってコード量をかなり減らすことができるということですね。アノテーションって何かというと、そのまま訳すと注釈のことですね。Java のプログラムの中で、アットマークから始まる記述で注釈を加えることができます。例えばどんなものがあるかというと、これはふーんという程度に見てもらえれば OK ですが、アットマークのコントローラー、これをクラス定義の前に書くことで、そのクラスにリクエストを受け取るという機能を持たせることができます。それから、メソッド定義の直前に、アットマークリクエストマッピングで、括弧のスラッシュフォーチューン、このように書いてあげると、スラッシュフォーチューンというリクエストが来た時に動くメソッドとして定義することができます。つまり、左のあの図のように、https://でフォーチューンというリクエストが飛んできた時にこのメソッドが動き始めるというような対応付けをアノテーションで記述できるというわけですね。そして最後、スプリングブートを使うメリットとして伝えておきたいのが、導入が簡単ということですね。つまり環境構築がすごい簡単で、実は新しいエクリプスが入ってればもう動かすことができます。エクリプスというのは Java 開発でよく使われている統合開発環境のことですね。エクリプスのインストール手順についてはこちらの動画にまとめてあるので、よければ後で見てみてください。では後半はこの Spring Boot を使って占いのウェブアプリケーションを作ってみたいと思います。はい、それではここからは一緒にパソコンの画面を見ながら Spring Boot で開発をしていきましょう。ではまずエクリプスを起動します。僕のパソコンに入っているエクリプスは、ここにあるようにバージョン2021ですね。このインストールや初期設定については、さっき紹介した動画を参考にしてほしいんですけれども、この起動の間に少しだけ説明しておくと、このパソコンに入っているのはこのプレアデスオールインワンというエクリプスです。この中で最新版の2021がインストールしてあって、この中の Java の Windows64bit フルエディションが今入っている状態です。そしてこれをインストールすると、いろんな機能が最初から盛り込まれているんですが、この下の方ですね、ここに Spring Tool Suite というのが書かれています。この中に Spring Boot の機能が盛り込まれているわけですね。このように Eclipse をインストールするだけで Spring Boot も使えちゃうということで超便利ですね。では裏で Eclipse が立ち上がったので、ここから Spring Boot の開発に入ります。 Spring Boot で開発をするときにも、他の Java 開発のときと同じように、まずはプロジェクトを作るというところからスタートします。 Eclipse でプロジェクトを作るには、まず左上のファイルメニューから新規で、これですね、僕の画面スプリングスタータープロジェクトも最初から表示されてるんですけど、もし表示されていない場合は一番下のその他をクリックします。そうするとウィザードを選択という画面が出てくるので、この中のスプリングブートの中にあるスプリングスタータープロジェクト、スプリングイニシャライザー、これを選んで次へ押します。そうすると新規スプリングスタータープロジェクトという画面が立ち上がって、プロジェクトの名前なんかを入力できます。僕の画面はさっきいろいろ動作確認しちゃったので、その時のテストウェブという情報が残ってるんですが、今回サンプルウェブというふうにしておきます。そしてこの他は特に変えなくても大丈夫なんですけれども、この中で Java のバージョンですね。皆さんの環境によっては違う数字が出ているかもしれません。特に他の数字が出ていても問題ないので、皆さんの環境の中で最新のバージョンを指定しておいてください。僕は17のままで次に進みます。そうすると、新規スプリングスタータープロジェクト依存関係ということで、これから作るプロジェクトでどんな機能を使いますかというのを指定します。まずスプリングブートのバージョンは 2.6.4 のままで、その他使用頻度
度の高い機能がこのように出てきます。今回はすごくシンプルなアプリケーションを作るのでデータベースとかは特に使いません。なので左上のデータベースのところはチェックを外して、便利なアノテーションを使えるロンボック、これはチェック入れたままにしておきます。それからウェブアプリを作るときに便利なスプリングブートデブトゥールズやスプリングウェブ、これも残しておきますね。スプリングデータ JBA は今回使わないのでこれはチェック外しちゃいます。それとタイムリーフ、これはこのままチェックを入れておきますね。今回はこれ一つずつ機能を紹介しているとそれだけで長くなっちゃうので説明は省きますが、これカーソル合わせると説明文がこのように出てくるんですね。興味ある人は後で調べたりこの説明文読んだりしてみてください。今回はこの状態で次へに進みます。そうするとベース URL などの情報が出てくるんですが、これ基本的にこのままで大丈夫です。これで完了しますね。そうすると右下の方に入門コンテンツのインポートという記述が出てきて、まあ、パーセンテージが上がってきます。これダブルクリックしてみるとこのようにプロジェクトで使う情報を準備してくれているというわけですね。はい、少し早送りしましたが、だいたい20秒ぐらいで終わりました。プロジェクトができると、一番左上のパッケージエクスプローラーのところに、サンプルウェブという情報ができます。ちなみにその上のサンプルというのは、前の動画で使ったプロジェクトなので、これは今回気にしないで大丈夫です。そしてサンプルウェブ開いてみると、このようにたくさん情報がもう入っていて、まず一番上のソースのメインの Java、これ開いてみると、com.example.demo というパッケージがあって、その中にサンプルウェブアプリケーション .java という Java ファイルファイルがもう入ってます。これ開いてみるとこのように自動で Java クラスが一つできていて、メインメソッドを含んだクラスですね。その中身は Spring Application .run ということで、 Spring のアプリケーションを動かすための処理が書かれているというクラスです。これは基本的にこのままで問題ないクラスなので閉じちゃいますね。そして下、ソースのメインのリソースイズ、これ開いてみるとスタティックやテンプレーツフォルダなどが含まれています。これを後で作るんですけれども、ウェブアプリケーションで使う HTML ファイルを作るときにはこのテンプレーツフォルダの中に作成します。そしてその他 JRE のシステムライブラリーなんかがあって、今回見ておきたいのが一番下の pom.xml ファイルですね。これさっきのホワイトボードで紹介したアプリケーション全体の設定ファイルです。開いてみるとこのように XML のタグがバーっとたくさん書かれていて、中身ちょっとだけ見てみると、例えば Java のバージョンが17ですよとか、あとはロンボックの機能が true 使えますよというような記述が書かれています。このような設定ファイルを自動で今作成してくれたんですけれども、この前の Spring Framework ではこのような設定ファイルを自分で作らなきゃいけなかったということで、ここでも超便利になったわけですね。この設定ファイルも今回このままで大丈夫なので閉じちゃいます。では早速占いのウェブアプリケーションを作っていきましょう。 Java のプログラムはどこに作るかというと、ここですね。このデモパッケージの中に Java ファイルを作成します。作成するにはここで右クリックをして新規でクラスを選びます。はい、そうすると新規 Java クラスということでウィンドウが出てくるので、クラス名今回占いのフォーチューンとしておきますね。その他就職詞や継承の情報はこのままで大丈夫なので、これでも完了しちゃいます。そうするともう基本的なクラスですね、パブリッククラスフォーチューンということでクラスが1個できました。ではこのフォーチューンクラスをこれからウェブアプリケーションとして動かせるクラスにしていくんですが、そのための記述はもう超簡単です。このクラス定義の前にコントローラーというアノテーションをつけます。はい、この状態でコントロール S で保存しますね。そうするとコントローラーのクラスとして必要な機能を自動でインポートしてくれて、コントローラーとして動かせるクラスになるという仕組みになっています。じゃあ実際にリクエストを受け取った時にどんな処理をするのかというのを書いていきますね。その処理をまとめるメソッドをまず定義します。まず文字列ストリングを返すスタートメソッドというものを定義しました。これをさっきホワイトボードに書いたようにスラッシュフォーチューンというリクエストが来たら動くメソッドにしたい。そのためにはまたここにアノテーションを書きます。リクエストマッピングのスラッシュフォーチューンですね。ここでまた上書き保存してみます。そうするとリクエストマッピングの情報がまたインポートされました。たったこれだけでブラウザからスラッシュフォーチューンとリクエストが来た時にこのスタートメソッドが動くという動きになります。じゃあどういう動きを今回するかというところですが、これ全部打ち込んでると時間かかっちゃうので、もう打ち込んだものが用意してあります。こちらですね。このソースコードをコピー&ペーストしちゃいます。
今コピーしたプログラムは前回のこの動画で紹介した占いのプログラムの一部を抜粋して持ってきたものですね。マスクラスのランダムメソッドは0以上1未満のランダムの値を小数で返してくれるというメソッドなんですけれども、その値を使って if else 文で処理を分岐しています。で、前回のプログラムではその小数の値が 0.7 以上なら大吉を表示して、 0.4 以上なら中吉を表示、 0.1 以上なら小吉を表示して、 0.1 より小さい時は凶を表示するというプログラムになっていたんですが、今回は小数の値によって表示する HTML ファイルを切り替えているという処理になっています。つまりこのアノテーションリクエストマッピングで作ったメソッドスタート、これの戻り値というのは次に遷移する HTML ファイルを文字列として指定することができるという動きになってるんですね。というわけでここまでがコントローラーのクラスで、次はビューとなる HTML ファイルを作ることになります。 HTML ファイルを作る場所はどこだったかというと、このリソースイズの中のテンプレーズフォルダ、ここでしたね。ここで右クリックをして新規でその他を選びます。この中で、こちら、ウェブの中の HTML ファイル。これを選んで次へ。そうするとファイル名聞かれるので、最初は greatfortune.html とします。そして完了ですね。そうすると HTML ファイルのひな型がもう入力された状態で出てくるので、タイトルのところ、ここを占いに変えておきます。そしてボディタグの中ですね、ここで占いの結果を表示します。例えばこんな風に書いてみましょうか。はい、greatfortune.html ではあなたの運勢は大吉ですと表示します。これで上書き保存しますね。残り3つ HTML ファイル作ることになるんですが、このパッケージエクスプローラーで Ctrl-C と Ctrl-V、 これ使ってファイルをコピーしちゃいます。はい、コピーできたので3つの新しい HTML ファイルを開きます。で、まずミドル HTML は中吉ですね。上書き保存して、ミスフォーチュンは凶です。で、スモールの方は小吉ですね。で、上書き保存します。これで4つの HTML ファイルができました。ここまででウェブアプリとしては完成で、あとはこれを動かすことになります。このウェブアプリを動かすには、ブラウザを使ってリクエストを送るわけですが、ブラウザから今回の環境の場合は、このように入力するとアプリを動かすことができます。http://localhost:8080。これがこれから動かすウェブアプリケーションのホスト名ですね。自分のマシンの場合、ローカルホストと指定します。そしてさっきリクエストマッピングのアノテーションに書いたスラッシュフォーチューンという風につなげてあげます。これ入力して実行すると、現時点ではまだこのサイトにアクセスはできませんということで、接続が拒否されてしまっている状態なんですね。これなんでかっていうと、ウェブアプリケーションは作っただけじゃダメで、ウェブアプリを実行できる環境を整えておく必要があります。ウェブサーバーを立ち上げてリクエストを待っておくようなイメージですね。これをするにはエクリプス上でプロジェクト名のところで右クリックして、この実行からこのスプリングブートアプリケーション、こちらを選択します。コンソールのところにいろいろ出てきました。ちょっと拡大してみますね。はい、そうするとスプリング起動しましたと出ていて、上のところにスターティングサンプルウェブアプリケーション、今回のサンプルウェブアプリケーションがスタートしましたと。下の方を見てみると、スターティングサービストムキャットとあって、これが今回ウェブサーバーとして動いてくれるソフトウェアですね。下の方を見てみると、トムキャットスターティッドオンポーツ 8080HTTP と書かれているので、ポート番号8080でアクセスするという形になります。ポート番号って何って人は、ここはふんと流してもらって OK です。そしてその下ですね、スターティッドサンプルウェブアプリケーションということで、今回作ったアプリケーションが正しくスターティッド起動したということがわかります。ここまで確認したら、さっきのブラウザに戻って、はい、もうすでに実行されちゃってますね。あなたの運勢は中吉ですということで結果が出てきています。これもう一度エンターキーで実行してみると、小吉と結果が変わるわけですね。なかなか大吉が出てこないですね。はい、出てきたということで、実行するたびにランダム値が計算されて処理が変わってくるというようなウェブアプリケーションを動かしました。今回はこのスプリングブートを使った開発の流れを見てほしかったので、本当にシンプルなアプリケーションを作ったんですけれども、実際はこの Java から HTML にデータを渡したりとか、Java の中でデータベースとの連携を取ったりということもできたりします。もし興味あれば調べたり、いろいろ動かしたりしてみてください。今回の動画はここまでとなりますが、これからも Java や IT 関連に関する解説動画をどんどんアップしていくので、いいねボタンやチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それから今回の動画の感想や、こういう動画作ってくださいっていうリクエストがあれば、どんどん下のコメント欄に載せてもらえればと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。